ヘルムート・マルコとクリスチャン・ホーナーは、あるレッドブルドライバーの将来について意見が一致していないようだ。ヘルムート・マルコは、レッドブルのチーム代表クリスチャン・ホーナーの言葉に反し、リアム・ローソンには、遅くとも、2025年シーズンのチーム体制内でのシートが保証されていると出張した。カタール GP に先立ち、オーストリアの報道機関クライネツアイティングに、マルコは、ローソンは、間違いなく、グランプリ勝者になる可能性を秘めている。彼は、 これまでのすべての課題を最も困難な条件下でマスターしてきたからだ。彼は文字通り投げ飛ばされたと語った。冷たい雨の中。彼はタフなレーサーであり、これまでの決闘において最も強いドライバーの一人だ。リザーブドライバーの役割を担う彼には、来年、大きな仕事が待っている。しかし、遅くとも、2025年までには、いずれにしても、彼は F1 カーに乗るだろう。 今週初めのホーナーのコメントを前に、マルコの確信は消え去った。ローソンの新契約には、2025年シーズンのアルファタウリのシートを保証する条項が含まれているかとの質問に対し、ホーナーは、スカイスポーツニュースに対し、人生には、何も保証はないと語った。以上引用。今日の報道で、マルコが、遅くとも、2025年までには、いずれにしても F1 マシンに乗るだろう。といったことが、 レッドブル内部で意見が一致してないのではという記事が出ています。マルコは25年のローソンのシートを保証しましたが、ホーナーの先日の会見でローソンの新契約には2025年シーズンのアルファタウリのシートを保証する条項が含まれているかとの質問に対し、ホーナーはスカイスポーツニュースに対し、人生には何も保証はないと語ったことが問題になっています。今後マルコが訂正するのか、ホーナーが認めるのか注目されます。